路線略図 RR4 系統の列車 E 系統の列車ランドスタット鉄道とは、オランダのランドスタット地域の鉄道の総称。特定の鉄道会社を指すものではない。現在、2006年に開業した以下の3路線が存在する。ランドスタット鉄道3系統は、ハーグ市営交通会社が運営する路線で、デンハーグのルースチューニン駅とゾーテルメア中央。 西駅を結んでいる。途中、デンハーグ中心部のフローテ・マルクト駅とスプイ駅間の近く間を走り、デンハーグ中央駅前を経由する。デンハーグ市内は既存のトラム軌道を走り、デンハーグ中央駅付近で新しく建設された高架橋を通って、オランダ鉄道軌道に入る。ゾーテルメイア市内に入ると、既存の市内鉄道路線を走る。デンハーグ市内では、 トラムと同じ軌道を走っているため、単に3系統トラムと呼ばれることもある。ランドスタッド鉄道4系統は、ハーグ市営交通会社が運営する路線で、デンハーグので US o フ駅とゾーテルメイアジャバロン駅を結んでいる。途中、デンハーグ中心部のフローテマルクト駅とスプイ駅間の近く間を走り、デンハーグ中央駅前を経由する。 デンハーグ市内は既存のトラム軌道を走り、デンハーグ中央駅付近で新しく建設された高架橋を通ってオランダ鉄道軌道に入る。ゾーテルメイア市内に入ると既存の市内鉄道路線を走る。デンハーグ市内ではトラムと同じ軌道を走っているため、単に4系統トラムと呼ばれることもある。車両は アルストム社製のシタディスで、ドイツのカッセルで使用されている車両と、同系タイプの車両であるレギオシタディスが導入されている。ランドスタッド鉄道 E 系統は、デンハーグ中央駅から、ロッテルダム中央駅を経て、ロッテルダム地下鉄のスリンジ駅に至る路線である。ロッテルダム電鉄が運営している。デンハーグ側の一部の区間では、蒸気の3.4系統と線路を共用している。 また、ロッテルダム中央駅とスリンジ駅との間では、ロッテルダム地下鉄 d 系統と線路を共用している。路線の多くは、オランダ鉄道の路線を改築したもので、2006年に、エラスムス線として、ロッテルダムホフプライン駅とニュートドプ駅との間が、開業した。その後、2010年には、ロッテルダム中央駅に接続するトンネルが完成し、 2011年にロッテルダム地下鉄のスリンジ駅までの直通が始まった。ありがとうございます。